大丈夫だはずな。問題ない。マスター銃を下ろして。いつの間に背後を。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの？すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。この子がレアアイテムなあ。正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤーサポート AI アファシスト。レアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。なあ、この大会がゲットできるチャンスだと思ったんだけどな。残念だったね、キリト君。またコツコツと高難易度エネミーを倒してドロップを狙おうよ。キリト、1ヶ月で GGO トップランカーにのし上がったという貢献使いのあのキリトさん。キリトでいいよ。こっちはアスナ。別のゲームでは閃光とかバーサクヒーラーとか。キリト君、もう余計なことまで言わないで悪い悪い、仲間のアスナだ。名前はランキングで何度も見ているわ。こんな有名人まで狙っていたなんて。アファシス、私があなたのマスターよ。私はアファシステムタイプ X A29000。 この人が私のマスターです。現在メインシステムを 50% まで起動中。しばらくお待ちください。え？やっぱりな。だから倒しても無駄だと思ったんだ。よくわかったね、キリト君。アファシスがマスターと呼んでいたからさ。それに、いや、なんでもない。ん？ちょっと、なんで勝手にマスター登録しちゃったのよ。あんたのものは私のものでしょ。言い訳したって無駄なんだから。ああ、もう。よし、あんたのものは私のものだから、あんたのアファシスも私のもの。そういうことにしてあげるわ。あんたにはさっき迷惑かけちゃったしね。クレハはマスターの上位者。認識しました。よろしく。じゃあ俺たちはこれで。まだ時間は残っているし、せっかくだから優勝くらいはしとかないとな。商品も豪華らしいよ、キリト君。ユイちゃんが喜ぶものがあればいいんだけど。私クレハって言います。私絶対にトッププレイヤーになるんで覚えていてください。それと次会った時は遠慮なく撃ってください。ここは GGO なんですからナイスガッツ、クレハ。じゃあどこかのフィールドであったら遠慮なく狙わせてもらうよ。それと君、いい名前だな。一つ聞きたいんだけど、君はなんであの時アファシスをかばったんだい？なるほど、そうだよな。こういうものの理屈なんて後付けにしかならないかもな。うん、君とは気が合いそうだ。また後で会えるといいな。またね、
シスちゃんもバイバイ。メインシステム起動。90100。システムチェック。オールグリーン。起動完了しました。マスター、私の名前を決めてください。途中で変更は可能です。ぜひ私にふさわしい名前をつけてくださいな。当然ですわ、マスター。タイプ X はそれぞれに個性がある優れたアンドロイドですもの。それより早く名前をつけてあげたら？これからずっと一緒に連れ歩くんだからね。登録完了です。想定よりもいいセンスですわ、マスター。うん、いい名前じゃない。さてと、マスターにはプレゼントを差し上げますわ。マスターに向いている武器はこれがいいでしょうか。これはアルティメットファイバーガンという武器です。長いので UFG と呼んでください。へー、初めて見る銃ね。光線銃かな。もしかしてかなりレアな武器？知らないのも無理はないでしょう。倉庫に埋もれていたものですからね。まだ初心者のマスターにぴったりの武器を見つけろってきましたの。マスターは生まれたばかりのヒナのようなもの。可能性は無限大ですわ。だから同じくまだ誰にも知られていない可能性にあふれた武器を選んだのです。それってまだ実装前の武器ってことじゃない？すごい！レア中のレアだよ！これくらいお安い御用ですわ。では早速 UFG の使い方を教えて差し上げましょう。ようこそ仮想世界へ。クレハ君たちも生き残っていたんだ。あの後どうなったのか心配していたんだよ。僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。どういうことだい？あの分かれ道の先に何かあったのかな？ええ、その通りですわ。君はプレイヤーではない。まさかこれがアファシス？半分当たりといったところですわね。同じアファシスでも私はタイプ X です。まったく、なんで僕が落としたパンはいつもバターを塗った方が下になるんだろう。マスターはクレハ君？ちょっといろいろあって、私が来た時にはマスター登録されちゃってたんです。
じゃあニュービーの君がマスターなのか。その幸運を少し分けてほしいよ。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーをしないかなと思って。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アバシスの話も聞きたいし、どうだろう。あれ、君はさっき戦った。どうも。貢献使いキリトと戦えて光栄だったよ。仲間はあっという間にやられたし、時間切れにならなければ僕も危うかった。君はキリト君の友人なのかい？なるほど。アファシスを手に入れ、トッププレイヤーに興味を持たれる。君は今日世界一幸運な人だと思うよ。よかったらいつきも来ないか？残念だけど遠慮するよ。今日は付き合ってくれた仲間におごる約束をしているんだ。君たちはどうかな？マスター、私はぜひ参加したいのですが、いかがです？もちろん参加するわね。キリト、アスナ、イベント大会優勝。おめでとう。パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。だけど、今日のお祝いは俺とアスナのじゃないんだ。超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな、俺の仲間だ。詳しくは今度紹介するよ。見たの初めてです。私はクレア、アファシスはこっち。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、純然たるアンドロイドです。ごめんなさい。はじめまして。皆さん、私はアファシステムタイプ X A290000。言葉では呼びにくいでしょう。私も舌を噛みそうです。どうぞお好きな名前で呼んでください。マスターがくださった名前は特別ですもの。ですからマスター以外の方に使われるのはご遠慮願いたいですわ。うわー、羨ましい。羨ましすぎるぜあんた。俺も欲しい。俺だけの可愛い子ちゃんが。ジージー王に来ても変わらんな、クライは。そこでがっつくから嫁が来ないんだぞ。そうだね。ナンバーが00だから、レイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん、よろしくね。レイちゃんですか。承知いたしました。素晴らしいネーミングセンスですわ。さて、それでは改めまして、皆さんこれからよろしくお願いします。サポートアンドロイドとして皆さんをお手伝いしますわ。パーティーに誘ってもらえましたら皆さんを全力でサポートしますので、マスターがお留守の時でもどうぞ気兼ねなく誘ってください。へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが受けられるのか。ありがたい話だな。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら独り占めするぜ。だからお前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ改めて乾杯しましょう。アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。
早速噂になっているぜ。ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。GGO 最強のリアルラック持ちプレイヤー登場って話だ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段がつくって。へえ、それはいいことを聞いた。キリト君、友達の情報を売ったらダメだからね。ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？初心者にできる芸当じゃないと思うんだけど。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？得意な武器は何なの？フォトンソードは使える？ん？その武器って見たことないんだけど、どこで手に入れたの？二次層の武器？アファシスってそんなプレゼント機能があるの？はい、タイプ X だけが有する1回だけの特別な機能です。他にもいろいろな機能がありますわ。多分 AI にしては随分アバウトな表現ですね。確かに、これは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。デザインからすると光学武器、威力は、射程は、移動サポート機能。こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。あんた、俺にこの武器を売らないか。エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そもそも値段がつけられないくらいレアな武器をいくらで買う気よ。そりゃまあ友達価格ってやつで。いやすまん、商人の血が騒いじまってな。まったく。でも本当にあなたはリアルラックが高いんだね。こればかりはどうにもならないしな。うん、ちょっぴり羨ましいです。よく聞くおまじないとかあるんですか？昔から運はいい方よね、あんた。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？うん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど、あんまり長いはしないかな。あの、もしよかったらお友達になりませんか？ GGO は女性プレイヤーが少ないから。賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、そこでよく集まっているんだ。みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでもおいでよ。歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。最近は結構増えたけど、女の子のプレイヤーは少なくて。男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうなの、マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンには所属しないようにしていたの。クレアの気持ち、私もわかる気がする。能力以外の部分で評価されるのってあまり好きではないわ。うん、私も同じ。何よりちゃんと自分自身の力でトップを目指したいから。しっかり目標を持っているんだね。応援するよ。うん、私も。お手伝いできることがあったら何でも言ってくださいね。みんなありがとう。あのね、ずっと前から女の子プレイヤーの友達が欲しかったんだ。だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか。うわぁ、もうなんて言ったらいいんだろう。なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。ありがとうね。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外に行ってみないか？急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。今度改めてちゃんと紹介するよ。君ってさ、ソロタイプだろ？
そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、なんとなく近い雰囲気を感じたんだ。君がアファシスをかばった理由を聞いたとき、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ、それでも考える前に体が動くってあるよな。そういう時の理屈は後からついてくるんだよ。君もそんなところがあるように見えたんだ。うん、きっと君にとってあのアファシスは会った時から大事なものなんだよ。って全部俺の勝手な考えだけどね。外れていたらごめん。それならいいけど、ゲーム初日からそんな大切なものに巡り合えるなんて、君は本当にラッキーだな。一つ聞きたいんだけど、いいかな？仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだっていう人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。